皆さんこんにちは。本日は REC のキャリアコンサルティング2級技能士学科試験対策講座のガイダンスを行わせていただきます。私は REC 専任講師の小澤光一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日のこのガイダンスはですね対策講座の内容をですね ご説明させていただくものですいくつかの実際のサンプル問題なども含めて協談、えー、させていただきご説明をさせていただきたいと思います、えー、このガイダンスの講座ではですね過去問題を参照して解説をいたしますまずこちらですね、えー、キャリアコンサルティング技能士2級の 第23回、25回の過去問題を本講座では用いるのですが試験講団体のホームページから入手をして第25回だけで結構です、本日のガイダンスにおいては第25回だけを使いますのでそれがお手元にあるとよりご理解が促進できる。 と思いますす、えー、そして、えー、本日はですねまたこの講座は「合格の取説キャリアコンサルタント合格の取説という本を用いるんですが、えー、これ2級技能士対応をしておりましてその内容についてはあプレゼンターで映、えー、しますので、えー、そちらをご覧ください。でえー、まず最初にですね 国家資格キャリアコンサルタントと二級技能士ですねこれの出題される内容論点これがどれぐらい違うのかというところなんですでこちらの書籍については二級技能士対応と銘打った国家資格キャリアコンサルタントの本なんですしかしながら私はあの過去問題分析する中で 両方かなり類似のところがあると分析をしております一つの例をご覧いただきたいと思いますこちらは実際に出題された論点です公務員に労働契約法が適用されるかどうかという問題が出題されましたこれが 国家資格キャリアコンサルタント試験の後2級の順に出題されています国家資格キャリアコンサルタント試験が2018年の5月の第8回キャリアコンサルティング技能検定が2018年の12月ですから国家資格キャリアコンサルタントの後21回に出されておりますこの問題はですね、合格の取説の第1編の中で予想問題に掲載を今しているものです すなわち国家資格キャリアコンサルタント試験と二級技能士で同じ論点が問われることがあります。えー、過去問題は同じ論点が繰り返せ繰り返されて問われることが多いということが挙げられます。えー、ではですねなぜこの同じ論点が。 まあ繰り返されるのかということなんですけれどもまず国家試験でありますからまあ試験を作文される試験委員の方々がその論点は非常に重要だとこれはキャリアコンサルタントとして名乗って仕事をしていく上で必要であろうとお考えになっていらっしゃるからだと思いますもう一つおそらくありますのが受験者の公平性というのを担保するためにですね レベル感を極端に変動させづらいとすなわちある年に合格率が9割になって次の年はこう極端に下がるとかですねそういうのをさせづらいということがまあ挙げられると思いますではこの合格の取説でございますがどのように作られている本かというのをご説明します こちらの本は国家資格キャリアコンサルタント試験の700問と2級技能士は直近5年間に実施されました500問の過去問題の合計1200問これを分析することから初めて制作をしております。ではそれを用いたこの講座ですが2級技能士の過去5年 のデータも分析しておりますので実際の過去問題と照合して出題論点を紹介しますまあ従いましてですねこちらの講座に関しては本講座の方では全てのこの本の本の問題を全部やっていくということはいたしませんある程度学習が進んだというような方ですねを対象に まあ、受験生の皆様が時間を有効に活用できるように個々人のペースを掴んでいただけるように論点を抑えながらまあ、伴走するコーチのようなスタンスでご説明をさせていただく講座ですまあ、日ごろ多忙な社会人の皆様に効率的に対策をしていただくために 試験に出そうなところというのを、過去のデータを分析してご説明をするようにしております。皆様には満点を狙うのではなく、八十パーセントの得点がしていただけるようにしていきたいという思いで作っております。七十パーセントではギリギリですので80、八十パーセントを狙うということです。 ではもう一つこの合格の取説書籍は4ペけ ×4 ステップ構造というので制作をしております。ご説明します。一般に試験対策の問題集は試験実施団体が示す出題範囲ごとに編集することが多いと思いますが実際にキャリアコンサルタントの試験キャリアコンサルティング技能士2級の試験を見てみますと。 類似の問題が分散して出ていることがあります出題の論点が複数の範囲にまたがって分散して出題されているということがありますそこでまあ、同じ仲間に属する論点は集めた方が効率が良いだろうと考えましてレックが考えるオ,オリジナルの分類である法律統計理論その他という分類を用いております さらにですねスライドを続けますと4つの分野ごとにそれぞれが4つのステップからできておりますステップ1では1200問の過去問選択肢で言いますと4800の足になりますこれを分析しておりますその上でステップ2は攻略ポイントとして学習領域ごとに何を抑えるかを明らかにしますステップ3の論点テキストというところでは 過去1200問をもとに何が出題される傾向にあるのかどのように出題されるのかまた引っ掛けのポイントはどこにあるのかというようなところをですねまとめております。では実際の講座の一部分をですね再現する形で一部ご紹介したいと思います。 最初の講座のパートが第1編で法律です法律に関してご説明をさせていただきます法律は過去問も照合した上でですねこちらなんですがご覧いただきたいと思いますプレゼンターですね 障害者雇用の論点というのを取説に記載しておりますで、取説出版時点の後でですねデータがちょっと変わりましてですねご説明させていただきます障害者雇用義務の対象の範囲が2021年の3月1日から民間企業は2.3%になりましたこちらは過去問題で言いますと二級技能士の 第18回の問いの25第15回の問いの26でこのような論点が問われております。ちなみに論点として問われておりますのは、まあ、民間企業ですね民間企業の2.3%というのが一般に問われることが多く。 他に関してはですね、あまり過去には問われておりませんが、新たに2.3%になったということで、押さえておいていただけますようお願いします。またですね、こちらですね、対象となる事業主の範囲、従業員の数ですね、 厚生労働省の案内ですと43.5人以上に広がりますとございますがこの何人という論点は問われたことはなかろうかと思いますございませんでは次のスライドで見てみたいと思います。 ちなみにもう1つ障害者雇用で申し上げますと障害者雇用の率の障害者の範囲ですね障害者の範囲という義務,義務の範囲に従来は身体障害者知的障害者がございましたが平成30年4月1日から精神障害者の方も加わりましたのでその3つという論点もございます。 では次のガイダンス解説をしてみたいと思います次は労災の関係の論点です論点としてですね自営業者や一人親方の労災保険加入というのがございますこちら実際のですね 合格の取説で見てみたいと思います合格の取説の予想問題問いの十四これを見てみます労災保険の論点です労災保険に関する次の記述のうち適切なものはどれか 労災保険に個人事業主は加入することができないかどうかということです。こちらは合格の取説は見開きで制作されておりまして足の1不適切ですと大工さんやタクシー運転手などの個人事業主も特別加入することができますとされております。 ではここで再びパワーポイントの方でご覧いただきたいと思います。お手元に二級の第二十五回問いの二十というのがございましたらご覧いただきたいと思います。二級第二十五回試験の問いの二十これお手元にございましたらこちらの問題これ投影したりあの配りするというわけにはあの行かないのですが論点としては足の位置が 労働者災害保障保険の保険料は事業主と労働者どっちが負担するんだろうか双方なのかどうなのかということとかですね足の2では、えー、複数の異なる事業場で働く労働者が一つ目の就業場所から次の就業場所へ向かう場合にこれは通勤と認められるんだろうかどうだろうかとかですねそして、えー、まさに足の3で。えー 労災の保険法ではいわゆる自営業者や一人親方などについても特別加入を認めてていいいるのかかどうかといった論点が問われていますここでまずその論点をどのように解説しているか本講座の方で解説しているかを見てみたいと思います。 まず自営業者やひとり親方の労災保険加入はこれが特別加入できると申し上げましたそして通勤経路をそれた場合の労災認定の解説ではまず業務災害ですね労災にある業務災害これは例えば建設現場で不幸にして墜落してしまったとかいうところこれが 1>, 1つには業務遂行性、事業主の管理下にあるか、それと2の業務起因性、原因が業務にあるということで判定されます。と。もう1つ論点でありました通勤時のことですね。えー、通勤時のことは通勤災害、えー、通勤途中に駅の階段で転倒してしまったなど、これは就業であること,ということと住居と就業場所の移動及び合理的な方法の、 経路方法ですね、えー、ということが挙げられます、えー、例えば就業場所から就業場所という訪問ヘルパーさんの例も含まれますということです、えー、ここで、えー、じゃあ合理的な方法というのはどういうことかと言いますと 勤務先から例えば自宅へ帰るときに日用,日,用品です、ね、日用品を購入したという範囲はまあ概ね合理的だとと判定されることが多いようですしかしながら例えば勤務先から帰るときに飲み屋さんで一杯飲んで帰るときに転んでしまったというのはまあこれは認定されないというようなことが多いと思います。 ではそのような労災保険の保険料の負担でございますがこれは全額を事業主が負担するということになっております。これを合格の取説という書籍の方で見てみます。こちらがですね労災保険は全額が事業主が負担しますということです。 私たちがよく風邪をひいたりして使う保険証健康保険に関しては事業主と労働者が負担するものでありますですね。というようなですねこの合格の取説のこの書籍とパワーポイントによる論点解説を加えているのが本講座の特徴でございますでは労働災害についてもうちょっと見てみたいと思います。 えー、保険料の負担は今ご,ご説明いたしました保険料に関しましてもう一つの論点です、えー、事業主が労,働労災保険の保険料を納めていない場合被災した、まあ、事故に遭ってしまった労働者は保険給付を受けることができるかという論点です二、えー、級の第15回の問二十六で問われています、えー、これは労災保険は労働者を使用して 事業を開始した日に成立をするとされていますのでまあ仮に手続きを怠っていたとしても保険は下りるということです以上のような解説をいたしております次は統計の問題から見てみたいと思います第二編の統計です統計につきましてはまず 合格の取説の統計編で労働力調査と称しましてこのような予想問題を出しています。労働力調査あ2019年、えー、割愛しますがに示されている次の記述のうち不適切なものはどれか完全失業者数は2019年平均で162万人となり10年連続で減少した。 完全失業率は2019年平均で2.4%と前年同様であったとでこちらはですね、まあ、両方とも適切な記述内容ですとして出題を予想問題出題しておりますがあの統計の問題はですね非常にあの論点が細かいものが出されることがございますので、まあ、あ傾向ですね、えー 傾向細かい数字を全部抑えるかというまあ抑えなきゃいけない問題もあるんですが、傾向を抑えるということの重要性も含めてご説明をしております。実際にじゃああの傾向を抑える上で必要な予備知識としてのスライドとしてご紹介したいのがこちらです。本講座の方で。 合格の取説の問い二十五、二十六、三十を補足する意味で、労働統計において。完全失業者というのは、どういう人が挙げられるのかということを。解説をしております。ちょっと見てみます。まず、十五歳以上の人口において。労働力人口というのがございます。労働力人口があり、その上で就業者と完全失業者に分けられていくと。 この論点ですね、こちらのような説明をしております。ででは、労働力人口とは何かというようなとこなんですが、そちらについてもですね、そちらについてもこの合格の取説の中で解説をいたしております。労働力人口とは何歳から何歳までなんですかとかですね、 そういった論点をちょっと見てみたいと思いますはい、こちらです労働力人口とは15歳以上就業者と完全失業者の合計であるとつまり15歳以上としてあって何歳までというのはないわけですね で参考で生産年齢人口というのが15歳以上65歳未満であるとどちらかというとこの労働力人口という方が本試験では出題されることが多いかと思います統計の問題については論点をですね絞りまして例えば ojt の問題であるとかキャリアコンサルタントの 勤務先、企業における活動の傾向とかといった、よく品質の論点を扱うようにしております。では、今日はガイダンスですので、少しずつ見ていきたいのですが、次は理論の問題からです。理論の問題は、研究者の理論ですとか、心理アセスメントツールなどいろいろ出されます。今日は、 この場ではあまり私たちが現場で触れることが人によっては少ない心理アセスメントツールをご紹介しているところに絞ってですねますまず最初が GATB です。GATB に関しては こちらにございますように11種類の歯質検査と4種類の器具検査というものを用いてですね、そして、えー、まあ、あ職業の適性を見ていくものです。この論点に関してですね、どのように解説しているかというのをご説明したいと思います。 まず本講座ではこちらの合格の取説の書籍を使い解説を加えていくパワーポイントと併用して解説を加えていくという方式を取っておりますのでこちらの合格の取説の書の書籍ですね書籍にある GATB のご説明から始めたいと思います。GATB 編一般職業適正検査です。 こちらは要書をかいつまんで読み上げさせていただきます11の歯筆検査と4つの器具を用いた検査を行いますと。この検査は時間を制限して行う最大能力検査ですと。で代表的な給種の適性能を測定することができますその9つは認知機能、知覚機能、運動機能の3つの機能分に 対別されまますすとをなっておりますそして、えーまあ、将来の職業の探索を行う場合にも有効に活用できると、えー、対象年齢に関しては13歳から45歳未満ですと、えー、学歴は関係ないとおされております、えー、スピードを要する検査のため45歳以上は適用外とされているわけですね。 ではどんなことが GATB で検査されるかということでございますけれどもこちらにありますのが GATB の歯筆検査をすする冊子ですこの内容そのものをこと詳細つまびらかにここでお示しすることはかないませんけれどもこちらにございますような冊子を用いてですね えー、時間をを切ってて、えーまあ、検査を進めていくわけですじゃあ、あのー、この検査というのはですねどうやるかですけれども一つは例えば同じ図形を探すそれから違いを探す、まあ、同じ図形でしたらこれとこれは一緒だ違いを探すでしたら日本海溝と日本海側ですねこの違いあるいは数字の羅列の違いというのもございます。 通常の計算問題も出されます。応用問題として A さんは時速50キロで走り出して、B さんは時速60キロで出発しました。10分後に出発しました。何分後に追いつきますか？といったようなことも出されます。そしてまたボードに刺してあるピンですね。これはあの正式名称はあのペグとかですね。あるいはあのまあ,あそういう名前があるんですけども。えー それをですねこの奥側から手前に移動させます移動させる時もただ移動させる時と上下ひっくり返して反転させて移動させるというようなあものがありますここでまあ二級技能士に関してはですねこのペグとあとこの丸秒ですね秒ですね こちらの論点が出されました。こちらが二級の第25回の問い38ですね。皆様お手元に二級の第25回最新のものですからあると思います。これダウンロードしていただいて問い38をご覧ください。問い38にはペグボード、FD ボードというこの名前が出題されています。 初めて出題されたものかと思います初めてというのはこの名称がですねそしてこの論点をこちらの講座の中ではいち早く取り入れまして検査の中ではペグボード FD ボードっていうのはこういうものですという画像とともにどんな検査があるのですかというのをお示ししております。 えー、検査あーツールに関してはですねもう一つうございまして、えー、これをご説明させていただきます、えー、クレペリン検査というのが出されることがございますが、えー、クレペリンに関してはどのようにやるかと申しますとこのように横に並んだ数字を加算していきます三、えー、と五を足して八五と二を足して七七二と七を足して九 7と5を足すと12ですから1の位で2とこれをひたすらや,りますひたすらやってですねそしてこの作業曲線を見るということなんですがじゃあこの作業曲線を見て仕事ぶりや性格を理解する曲線を見て仕事ぶりや性格を理解するということはどういうことなんでしょうか。 こちらがですね、えー、クレーペリン検査に用います実際の紙なんですけれども、これはあの雇用問題研究会さんというところで扱われている契約式というものでございます。これだけ長いところに、えー、端から端まで数字が書かれておりまして、これを加算していきます。えー、鉛筆を持って加算していきます。ではここで、えー、解説でございますが。 えー、クレペリン検査です、えー、クレペリン検査は横に並んだずらっと並んだ数字を加算していく作業検査ですとでこれがですね連続加算という作業なんですが、まあ、定められた秒数で、まあ、1分で次の行次の行ってこう指示されるんですねでその時に乗ってる時は数をこなせても疲れてくると数をこなせないなどとなったりします。 つまり行ごとにに到達したレベルがジグザグザの作業曲線になってきます、えー。この作業曲線を見ることで作業の始まりから終わりのどこのタイミングで努力をするタイプなのかあるいはモチベーションがどう続くのかということをまあ,あその曲線から読み解くということで、えー、仕事ぶりや性格を理解するというものですね。 えー、クレベリン検査、えー、こちらのようなあ検査用紙を用います、えー、ではあ他の次の論点といたしましてですね、えー、キャリアインサイトというのもよく出されますキャリアインサイトは PC にインストールして利用するものです、えー、PC が示す職業を進めるものではなく プログラミングされた判定ロジックというのが結果が表示されます。でこれは現在キャリアインサイト統合版というものに集約されております。えかつてはですね、えー、E.C. というアーリーキャリアというものと M.C. ミッドキャリアというまあ三十五歳以上で就業経験があるというものに分かれていたのが今はキャリアインサイト統合版となりました。 ではこちらの過去問の論点なんですけどもまずウェブ上で実施するというのが出されることがございましてこれは誤りでしてパソコンにインストールされてあらかじめ組み込まれたロジックで判定するシステムですネット上で利用するものではありませんパソコンを自分で操作して自分の適性をもとに職業を考えるものでありまして 一、まあ、人で実施はできますけれどもキャリアコンサルタントのサポートは行った方が良いと候補となる職業が示されますけれどもマッチングが目的ではないとまたネットでつながっているわけではございませんので企業の求人企業の担当者とやり取りをするというようなことは機能はないということですね。こちらについては 取説ですね。合格の取説書式の方にもこのキャリアインサイトということでどのようなものかというものがございますこちらで書籍とパワーポイントと連携させながらご説明をいたします加えてですね特に心理検査アセスメントツールについては例えばこのキャリアインサイトですね キャリアインサイトに関しましてはこちらプレゼンターでちょっと教覧させていただきますキャリアインサイトは中を開けますとこのように CD-ROM が入っておりますこれをインストールして用いるというものです以上のように現物をご覧いただきながらというのをやってまいります ほかにもツールでですね、例えばカー、まあカーね、OB カードですとか VRT カードですね OB カードですとこのようなカードの現物を教乱させていただいて立体的にご理解をしていただくとかですね。VRT カードについても同様です VRT カードというのもこうございますこここれもも全部どののようなもので、ここに、 何が書かれてあるからこのような論点で出題されているんですよというようなことを構成してお伝えしていくというのが本とこの動画とパワーポイントのハイブリッドでですねご説明をしていくというものであります。次にですね こちらをご覧いただきたいと思います。次の論点は、その他という論点です。試験対策でその他という論点です。こちらはですね、キャリアコンサルタントの職業倫理というのが、例えば出てくることがございます。ここでのキーワードは、多重関係と相談者の同意と、 それから相談し企業と相談者とどちらの利益を優先するのかというところですね。例えばですね。例えば論点テキストを見てみたいと思います。よく出題される論点としまして。 迷ってしまうところが誰の利益を考えるのかというところですね組織との関係においてこの論点では組織と相談者との間にあってコンサルタントが板挟みになるケースがあるといえますとで、どのようにアプローチをして考えて解くべきかということですまず倫理考慮を見ましょうということをお勧めしています 倫理考慮を見た上で、えで相談者の理解のもとに了解のもとに職務の遂行に努めなければならないとされておりますので組織との関係で組織への報告や指摘提案を行う場合は以下の条件が満たされているということが必要ということが本試験を解いていくという上でステップとして見受けられます。まず何より相談者の利益が第一であること 次に相談者一人では解決できない環境の問題や相談者の利益を損なう問題を発見した場合は事実関係を明らかにしてそして相談者の理解を得てその上で行動に移すということです。このようなですねキャリアコンサルタントの職業倫理みたいな問題については ぱっと見ると、あれどっちだったんだろうなというふうに迷ってしまう問題が出題されることがございますので、それを倫理考量や、あるいは試験出題範囲、あるいは過去問題の傾向、これらを総合的に見てアプローチするというのがこの講座です。従いまして、今ご説明いたしましたように、こちらでは、 過去問題第何回を参照くださいというようなことで過去問題を参照しながら見ていただくというアプローチをしております。まさに政党への手がかりはヒントは倫理考慮にありというのがこのところですね。皆様ぜひ倫理考慮はお読みいただくのが必須です。 ではあ最後にですねこちらの学科の講座につきましては私の方で解説を担当させていただきます他にもですね二級技能士の講座がございますのでそちらを簡単ですがご紹介させていただきたいと思います二級技能士スピードマスターコースということでセット講座がご用意いたしておりますこちらを見ていきたいと思います。 まず今日のガイダンスでは私学科試験の論点をご紹介しましたで、学科試験の問題の解説でですね論点とは合格するために必要な要素情報や品質のポイントであるというふうに考えておりますで、特に過去問題から繰り返し重要なポイントが出題されますのでデータに裏打ちされたご説明を心がけてこの講座を作っております では、ここで皆様実技ですね。論述と面接です。論述と面接は、まあ学科試験のようにマークシートではありませんので、マークシートではないがゆえに、答え正誤がはっきりと捉えにくいということがあると思います。しかしながら、国家試験には合否の基準というのが必ずあるはずですので、どこを抑えればいいのかというところ、実技にも論点があるはずだというところであります。 えー、キャリアコンサルタントというのはあの名称独占がでできる資格です、えー、短期間で、えーまあ、このライセンスを手にしていただいて、えー、実務でご活躍いただくということを、まあ、記念いたしましてこの REC のスススピーーードマスターコースですね2級技能士スピードマスターコース,というコースというのがお役に立てるのではないかと思います。 これから本試験に向けて皆様どうぞ頑張っていろいろ対策をされてくださいもしまた講座の方でお会いすることができましたら嬉しく思います本日は講座のガイダンスをお聞きいただきましてありがとうございましたレック専任講師の小沢浩一がご説明をさせていただきましたそれでは失礼させていただきます